千賀滉大、29試合防 2.98、12勝7敗、202奪三振でフィニッシュ。9月27日、日本時間28日、メッツの千賀滉大は、マーリンズとのダブルヘッダー2戦目に先発登板し、2被弾しながらも、5回2失点とマーリンズがこの試合が今季最後の登板だった。千賀の最終的な成績は、29試合に先発し、12勝7敗、防御率 2.98、166.1 回、202奪三振、ホイップ 1.22。最後の先発で200奪三振を達成し、規定投球回にも到達した。ようやっとるんか？ようやりすぎとる。2点台かよ、やるやんけ。来る2年目くらいの数字やん。後半は6から7回投げること多かったしよく適応したわ。キャロルいなかったら新人王やったのにな。早打ちフォーク、くるくるマン揃いのメジャーは合ってるな。フォークとかいうメジャー特攻球種。フォークばっか言われるけど、カットとストレートも普通に優秀だわ。インタビューでカットが良くなったって言ってたな。ボールとの相性もあるのかね。何気に防御率もリーグ2位なんやな。今日で200乗せたのが見栄えは。育成選手だったのがメジャーで、こんだけ活躍できるのはほんま夢あるな。